DeNA のドラフト1位ルーキー渡来勇気は、ファームの試合で打ちまくっている。史上初となる新人の開幕から2試合連続本塁打を放つなど華々しい活躍を見せながら、その後、変化球への対応に苦しみ、打率が2割3分1厘まで降下。5月16日に2軍に降格した。2軍ではほぼ毎試合にスタメン出場し、14試合に出て打率3割3分3厘、1本塁打、5打点。しかし彼は本来やらなければいけない試合前の守備練習をおろそかにしたり、ベンチスタートが決まった試合で、試合開始10分前にベンチ裏の食堂で食事をしていたこともあったり、球団関係者は、自分の置かれた立場を自覚した上で、プロ球団のルールやしきたりを学んで対応していくしかないんです。もし今の自分のスタイルを貫きたいのであれば、それこそ、一郎ぐらいに突き抜けた結果を残すしかありません。と語っている。明るいのもあるけど、きっとチャラいんやろうな。才能はあるのにもったいないな。守備力の向上は絶対に必要だから、頑張ってほしい。プロなんだから態度もそうだが結果残せばよいと開き直ってほしいで。まあ心配することのほどもないやろ。まだルーキーという言い訳が聞くうちは仕方ない。周囲からの叱責をどう捉えて修正していくかが一流選手への課題。頑張れ。X で、米ファンと思われる方々が球団選手のパフォーマンスを引き合いになぜ？これが良くて、渡来くんがダメなの？ってよく見るけどさ、こういうところでしょ？ことやで、山本雄大も初年度に未成年飲酒で球団から処分を受けた。当時のことを思うと、現在の大活躍が信じられない。ここからいかに這い上がるか、すべては本人次第やで。一軍は筒香、佐野、桑原、海老名がレギュラーを争い、梶原や上里がいる守備がため、ダイソー要員が上がりやすい。結果出し続けない限りあれこれ言われるキャラクターだから、こんな話も出てくるよな。そもそも、プロ野球選手1年目だろ。プロ前まではほぼみんなスター選手、大雑把な生活してたやつも多い。ガルも今はストイックで素晴らしい選手だが、プロ当初はタバコ吸ってパチンコしてたからな。まず入団したらそこら辺きっちり教えてやればいいで。